多様な生き物が暮らす日本の森はこうして奇跡的に残ってきたのです。夏、森は遠い国からはるばるやってきた訪問客たちでにぎわいます。命あふれるこの森で子育てをする夏鳥たちです。森の中に美しい調べが響き渡ります。ニホンザルの群れは森の地面を歩いて移動し食べ物を探します。氷河に覆われることがなかった日本の森では夏、下草が豊かに茂ります。春に生まれた子供はすっかり大きくなりました。好奇心いっぱいの子供は母親がうたた寝を始めた隙に探検に出かけました。自分の力でもう枝の上に上がることもできます。こうして遊びながら少しずつ森の中での暮らしを身につけていくのです。暑さが厳しくなるこの季節、子猿たちが大好きな遊びがあります。水遊びです。枝から川に飛び込んだり追いかけ合ったり、もう夢中です。しかし群れに置いていかれないように注意は怠りません。群れが動き出すと遊びを中断してついていきます。森の木々が葉を茂らせ盛んに活動する夏、その恵みを求めてさまざまな昆虫たちが集まってきます。お目当ては幹から染み出す樹液です。樹液には葉で作られた糖分がたっぷり含まれ、それが発酵すると独特の香りを森に漂わせます。大紫は生きるためのエネルギーのほぼ全てをこの樹液に頼っています。しかし木の幹は分厚い皮で守られています。カミキリムシの幼虫やキツツキが深い傷をつけると樹液が染み出してくるのです。樹液にありつける場所は貴重なため、森の虫たちが集まり酒場のような賑やかさです。場所をめぐっての喧嘩は酒場のつきもの。大紫は強力な顎と毒針を持つスズメバチとも体を張って渡り合います。おなじみカブトムシの喧嘩です。大きな角で相手を投げ飛ばし、樹液のたくさん出る場所を独り占めします。樹液は木が作り出す魔法のジュース。オオムラサキもカブトムシも森がなくては生きていけない昆虫なのです。樹液ばかりではありません。クマも夢中になるご馳走がさらに森には隠されています。ミズナラの老木にやってきました。中が腐って
大きな空間、うろができています。そのうろの中へ入ってしまいました。うろの中には日本ミツバチが巣を作っていました。甘い蜜がたっぷり詰まった蜂の巣はクマの大好物です。クマは大きなうろの中で冬ごもりをし、そこで出産も行います。寒さをしのぎ、雨や雪から守ってくれるうろは森の生き物たちにとって数少ない快適な住まいでもあるのです。こちらの小さなウロにはヤマネが住んでいました。ヤマネは細い枝を巧みに渡り、木の上で暮らす珍しいネズミの仲間です。森の昆虫を探し回ります。狙われたのはカマキリ。前足を振りかざし必死で抵抗します。意外な反撃に退散です。お？今度はうまくガを捕まえました。夏の広葉樹の森、樹液や葉を食べる昆虫があふれ、その虫たちが動物たちを支えます。